パンツ見えてるぞ、ラン。先生。薄いピンク。嘘だよ。見てねって。パンタはなんでわかるのよ。簡単な推理だよ。その1。昨日はランの17歳の誕生日だった。その2。別居中のランの母ちゃんから届いたプレゼント。おっちゃんが勝手に開けていた。お父さんが？ランチの下の喫茶店のマスターにぼやいてたらしいぜ。あんな色気づいたもん、ランには早い。何考えてんだよ。ってな。その3。母ちゃん好きのランなら、すぐにその下着をつけるはず。お父さんってば余計なことをペラペラと。まあそんな怒んなよ。おちゃんだって悪気があった。